ーラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。試合開始です。あらわしのような攻撃だ。まずい。この発想は不発に終わります。ナイスプレーだ。ドリブルでボールを運ぶ。ヘンドリックス君、スライディングでカット。スライディングで止めた。パスを出します。ボールを奪うことができません。ここで止めた。守備陣の隙間を狙う。ドリブルでボールを運ぶ。カイザー君、横にかわして突破。近藤君、ボールを奪うことができません。本田君、ナイスプレーだ。決まった。あとドリブルを見送る。小田君、ここはパスを出した。それ小田君、パスを回す。ウォールス君、ボールを奪うことができません。ハーン君、タックルを決めた。クライフォード、敵陣へ攻め込みます。近藤君、激しいタックル。それ松山君、勇ましい突破だ。ナイスだ。勇ましい突破だ。フィリップ君、ゴール前に持ち込んだ。松山君、ゴール前に持ち込んだ。俺の無力の決勝、ワイルドイーグルだ。ボールはまだ生きている。あとドリブルを見送る。小田君、横にパスを見せます。小田君、渾身のシュート。ゴールマン君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。パントキック、どこまで運べるか。そうか。勇ましい突破だ。これ、ボールをいいぞ。嵐のようなドリブル、スライディングで止めた。ここは抜かせません。小田君、素早くつなぎます。クライコート君、切り返してかわした。ここでチャンスを潰します。金田君、素早くつなぎます。ドリブルで突破。ハーン君、タックルを決めた。クライフォード君、ここからナイスプレーだ。モース君、タックルを決めた。前半もすでに15分が経過しています。ここからさらに白熱した展開が期待されます。よし、全力で攻めるぞ。ゴールを目指すステミの攻撃だ。それ松山君がいいパス。ここをすり抜けた。それ松山君、あらわしのようなドリブル。奪えるものか。ナイスだ。ここだ。これでキュー。ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。クライフォート君、このボールをコントロール。ここからチャンスを作れるか。松田君、このスライディングが決まった。松山君、あらわしのようなドリブル。勇ましい突破だ。松山君、あらわしのようなドリブル。それ呼ばれるものがいいぞ。そう、松田のようなドリブル。まずい。パントキック、どこまで運べるか。クリスマス、このボールをコントロール。横をすり抜けた。敵陣へ攻め込みます。近藤君、ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。カイザー君、横にかわして突破。かわして振り切った。ここはパスを出した。フラノ、ここで作戦を変えてきました。松山君、荒鷲のようなドリブル、あっと奪い返した。カイザー君、センターラインを越えて攻め込む。体ごとぶつかっていった。松田君、ワンタッチで送る。それ花井君、ここはパスに切り替えた。あっとドリブルを見送る。なんだって。野田君、シュートまで持ち込めるか。ティック君、このスライディングが決まった。松田君、このパスをカットします。原君、ここはパスに切り替えた。かわして振り取った。松山君、勇ましい突破だ。なんだここで激突。これは互角の勝負だ。空中でぶつかり合う。これはどちらが勝つのか。松山君、ボールを蹴り出した。ボールはまだ生きている。松山君、ここでボールを。さあ後半開始。ハンセンブリンク君、ここはパスに切り替えた。クライフォート君、センターラインを越えて攻め込む。ボールを浮かせて足の裏に蹴り込んだ。これは反応しているぞ。止めた。クラブ、これは戦い方を変えてきたようです。一気に攻め立てるぞ。一番となった超高いサッカーの先でした。4番で鋭く反応。加藤君、これはキャッチできない。加藤君、シュートを放った。おっと、これはコースが悪かった。ゴールキックから再開です。加藤君、パスを出します。素早くつなぎます。松山君、激しいタックル。ウォルス君、ここで止めた。クライス君、センターラインを越えて攻め込んだ。チャージが決まった。このタックルは不発に終わります。松山君、荒鷲のようなドリブル。コルス君、タックルを決めた。スライディングで止めた。松田君、パスを出します。松山君、表すようなドリブル。ナイスプレーだ。松山君、ここからチャンスを作れるか。このタックルは不発に終わります。奪い返した。スライディングで止めた。さあモールス君、素早く横にかわす。松山君、ここで止めた。ここはパスを出した。ワンタッチで送る。ここがチャンスだ。チーム全員でゴールを目指したスペミの攻撃だ。それは一人のドリブルをともらった。勇ましい突破だ。かわして振り切った。よくすり抜けた。キック君、ここで止めた。近藤君、スライディングでカット。野田君、パスを出す。もらったぞ。そんな嵐のようなドリブル。かわして振り切った。ハーン君、ボールダッシュ成功。あとドリブルを見送る。松田君、激しいタックル。パスを出します。ハーン君、ボールを狙うも届かない。止めるんだ。もらったぜ。嵐のようなドリブル。痛ましい。止めろ。15分が経過しました。いけー。ここからこれで切る。かけてくるか。ここだな。横飛びで鋭く反応。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。クライコート君、見事な切り返しで抜いた。若松君、ロングパスだ。このパスをトラップ。かわして振り切った。あとそれコンベルをナイスだ。小田君、このシュート。堂安君、このシュートに反応している。パントキック、どこまで運べるか。クリスマン君、ロングパスを受けます。チャージが決まった。あとドリブルを見送る。金田君、素早くつなぎます。松山君、センターラインを越えて攻め込む。嵐のようなドリブル。大津君、ボールを奪うことができません。金田君、クロスを上げた。ヘッドでパスを送る。さあカウンターだ。カイザー。敵陣へ攻め込みます。ここは抜かせません。それチャージが決まった。カイザータックルを決めた。それここはパスを出した。ドリブルと見せかけてパス。若松君、ここはパスに切り替えた。敵陣へ攻め込みます。かわして振り込んだ。いいぞ。敵陣を切り裂く。素早く横に倒す。小田君、ナイスプレーだ。ここからシュートに持っていく。このボールに飛びつく。ドールマン君、これはキャッチできない。ここでボールを受けます。かわして振り切った。ドールマン君、このスライディングが決まった。両者激しく激突。これは互角の勝負だ。空中での激突だ。両雄再び激突。これは両者互角だ。オーバーダイビングで取れた。平野、慌てて守備に戻ります。松山君、ここは抜かせません。勇ましい突破だ。クリスマン君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。クリスマン君、ボールを狙うも届かない。若松君、ボールダッシュ成功。スライディングで止めた。ここでスルーパス。若松君、激しいタックル。ドリブルで突破。松田君、ナイスだ。それみんな一気に行くぞ。全員でゴールを目指す。セミの攻撃だ。さあ、もらったボールです。松山君、私のようなドリブル。渾身のワイルドイーグルをクレーンシュートだ。ゴールに力を込め、足が飛び立った。懸命に勝ち出した。ここはパスを出した。フランスは慌てて守備に戻ります。どうだ。両者一歩も譲らず試合は延長戦開始です。ここで作戦を変えてきました。パスを回す。それこのタックルは不発に終わります。あっとドリブルを見送る。松山君、勇ましい突破だ。ここは抜かせません。松山君、勇ましい突破だ。ここは抜かせません。ここで力を出し切るぞ。一丸となった超攻撃サッカーのサークルだ。ハーン君、ここはパスを出した。本田君、スライディングでカット。クライダー君、素早く横に倒す。まずい。切り裂く。カイザー君、ここからチャンスを作れるか。体ごとぶつかっていった。いけウォールス君、ボールを奪うことができません。本田君、横にかわして突破。敵陣を切り裂く。まずい。横を防いだ。カイザー、ここで止めた。ヘンドリックス君、横にかわして突破。クリスマン君、ここはパスを出した。近藤君、タックルを決めた。松田君、ダイレクトでパス。横をすり抜けた。奪い返した。近藤君、スライディングでカット。若松君、ダイレクトでパス。松田君、勇ましい突破だ。奪えるものか。これが俺の武力の結晶、ワイルドイーグルだ。ボールに力を込め、荒牧が飛び立った。ゴールを守った。あとドリブルを見送る。さあ、いよいよ延長戦の後半です。パスを受けた。そらはそれ小田君、ボールダッシュ成功。山村君、ここはパスを出した。松山君、ここからチャンスを作れるか。勇ましい突破だ。それナイスプレーだ。渾身のワイルドイーグルを渾身の力を振り絞って超低空シュート。あとこれを弾いた。横をすり抜けた。モルドリック君、激しいタックル。山村君、それ松山君、勇ましい突破だ。こここはパスを出した。大きくパス。近藤君バンタッチで送る。松田君ダイレクトでパス。もらったんだ。表しのようなドリブル。私だ。表しのようなドリブル。体ごとぶつかっていった。守備陣の隙間を狙う。連戦ブリンク君飛んでかわった。本田君スライディングでカット。若松君ここはパスを出した。フラノここで作戦を変えてきました。松山君表しのようなドリブル。鋭いスライディング。若松君このスライディングが決まった。よし全力で攻めるぞ。全員でゴールを目指す。スペインの攻撃だ。松山君忙しい突破だ。暗いコート君ここは抜かせ。今がチャンスだ。チーム一の超高速サッカーのサジェスタ横をすり抜けた。ここでタイムアップ。延長戦でも決着つかず。責任重大な一番手として登場です。よしみんな俺に続くんだ。責任重大な一番手として登場です。それはどうだ。暗いコート君これが俺の力だ。ここは確実に決めてプレッシャーをかけたいところ。シュートでゴールをどうだ見たか。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。防いだ。ここを決めればさらにリードを広げられます。山村君やったぞ。ペナルティースポットに向かってゆっくりと歩を進めます。これは見事にキャッチ。ここで決めることができれば勝利が決定します。若松君やってやったぞ。優勝。激闘を勝ち抜き今キャプテンがトロフィーを掲げました。